こんにちは、ジェンです、はい、今日はですね、じゃん、日本ゴルフ協会 JGA さんにやってきました。今日はJGA さんの方で、まあ、インタビューさせていただけるということでやってきてます。すごい写真とかも、なんかカップを持った、何のカップなのかちょっとは分からないんですけど、いろいろ去年の JGA が主催している試合の優勝者のカップと、はいはい、あれだね。なるほど、すごい。早速行ってみます。はい、行きます。オリンピックもここあって、そうですよね。これ翔太さんもらったやつじゃん。あ、すごい、でっかいな、うん、すごい、ね、すごい。あ、今いろんなカップは今出払ってるんだ。あ、そういうこと。出払ってるぞ。すごい。いきます。失礼いたします。はい、ようこそ。こんにちは、お世話になります。お願いします。こんにちは、こんにちは、ようこそ。はじめまして、リンゴルフの純と申します。よろしくお願いします。日本ゴルフ協会の山中です。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。どうぞお座りください。はい、失礼いたします。緊張するよね、うんかしこまってやってるから、ね、なんかいつもと違う感じ、はい、ちょっとメモを見ながら。どうぞどうぞ。はい、すみません、はい、10月3日から開催される第52回日本女子オープンゴルフ選手権について、はいはいはい、今日はちょっといろいろ質問させていただければと思います。どうぞ、何でも聞いてください。まずどういったものなのかっていうのもちょっとざっくり教えていただきたいと思います。そうですね、まあ毎週毎週、はい、テレビ等で、はい、男子も女子も、うん、プロのトーナメントっていうのが中継されているので、はい、うん、まあ、プロのトーナメントが、男子にも女子にもあるんだなっていうのは皆さんご存知だと思うんですけども、で女子の場合には今実は男子の試合の、倍近く試合数があってですね、年間40試合近くあるんですよ。で、まあ、通常の試合というのは、賞金がかかっていて、はい、大会を、スポンサーする企業があって、成り立っているトーナメントがほとんどなんですけども、はい、私たちっていうのは、まあ、公益財団法人で日本ゴルフ協会といって、その国のゴルフに関する統括団体なんですね。例えば日本サッカー協会とか、日本野球協会とか、日本バレーボール協会とかあるじゃないですか。で、私たちの役目というのは、ゴルフを正しく普及させる、なるべく多くの人にゴルフをやってもらいたいっていう、ゴルフを普及するのが一番の仕事であって、はい、そのうちいくつか、例えばハンディキャップだとか、うん、ゴルフのルールを作ったりだとか、やってるんですけども、そのうちの大きな一つがやはりトーナメント、競技をするってことなんですね。で、その競技をしているという大会が実は日本女子オープンという試合で、オープンっていうぐらいですから、プロだけではなくてゴルファー全ての人に門戸が開けた大会で、うん、日本一の女子ゴルファーは誰なんだっていうのを決める大会で、うん、その大会を国のゴルフに関する統括機関である私たち日本ゴルフ協会が主催をして、毎年毎年違う全国のゴルフ場を回りながら、開催してるという試合なんです。で、今年が52回目なんですよ。すごい。何人ぐらい？試合自体は120名の選手なんですけども、はい、実は通常のプロの試合って、その大会の1年間 の、 その試合に出るシード権というのがあって、はい、プロの前年度の賞金ランキング50位に入れたら出れますよとかあるんですけども、女子オープンの場合には基本的には一部シード選手で直接出れる人もいるんですが、そうじゃない人っていうのは、予選会を通じて出なきゃいけないんですよ。だからどういう意味かっていうと、みんなにチャンスがありますよってことなんですよ。そうですよね。で、予選会を、まあ、一次予選、二次予選とかやっていくんですけども、はい、全部で予選会には600人ぐらいの選手がエントリーするんです、全国の女子ゴルファーの人たちが。で、まあ、今だいたい女子ゴルファーの数ってのは700万人とか800万人と言われてるんですけど、そのうちの1割が、まあ、女子と言われてるので、はい、まあ、60万人、70万人ぐらいが女子のゴルファーの数だと思うんですが、はい、そこに腕の覚えのある人たちがだいたい600人ぐらい予選会にエントリーをして、予選会を勝ち上がってきた選手と、それからシード選手と言われるいきなり本戦に出れちゃう選手が合わせて全部で120名が大会に出て、4日間戦って日本一のゴルファー誰なんだっていうのを決めるのがこの大会なんです
これで優勝したら本当にすごい名誉のあるというか、もちろんどこの国に行っても、うん、やっぱり一番価値のある大会っていうのはその国のナショナルオープンなんですよ、はい、でナショナルオープンって何を意味するかっていうと、我々みたいな統括する団体が主催をしている競技で、うんうん、例えば全米女子オープンだとか、例えば韓国オープン女子オープンだとか、うんうん、オーストラリア女子オープンだとか、うんうん、そういう国のタイトル、日本のタイトルをついた試合というのがやはりそのメジャーと言われる公式戦と言われる大会で、一番選手たちが目標としている大会で、まあ日本だとこの日本女子オープンと日本女子プロ選手権、この2つがまあ日本タイトルのついた主な試合だと思うんですけどね、はい、とにかくその日本一のゴルファーを決める、プロじゃなくてゴルファーを決めるってことですよね。だ実際2016年だから今から3年前には、はい、アマチュアのゴルファーが日本女子オープン優勝しちゃったんですよ、うん、鳥肌ですね。でもそれしかも17歳だったかな、すごい、いきなりボンと来て、うんうんうん、プロも全部強い選手とか、うん、海外の強い選手も出てる中で、アマチュアの選手が帰っちゃった、帰っちゃったんです。これ1位になると、はい、なんか何かもらえたりとか、もちろんどういうメリットというかあるんですか。あの当然優勝するとですね、うん、プロの試合に、シード権が3年間もらえたりだとか、日本女子オープンに勝つと向こう3年間はプロの試合に全部シードされますよと、うん、もちろんプロにならなきゃいけないんですけどね、うんうん、プロ転向しなきゃいけないんですけど、うんうん、とか、まあそうですね、あの世界ランキングっていうのがあって、うんうん、日本女子オープンだとやっぱ強い選手がこう出てくるとポイントが高いので、はいはい、日本女子オープンに優勝するとじゃあ世界ランキングがこう上がって、うん、その世界ランキング先に今度は世界の大きな大会だとかオリンピックの出場資格につながるっていうことで、まあやっぱ選手のとはこの日本タイトル女子オープンのチャンピオンになるっていうのはとっても大きな目標じゃないかなと思うんですけどね。試合にどんどん出るとか幅が広がっていくっていう意味では、ね、やっぱりこういうところで活躍するっていうのもすごい、それとやっぱり女子オープンに私は優勝したんだっていう、うん、そのプライドと、毎年毎年その大会が始まる前に、うん、チャンピオンズディナーといって歴代の優勝者が、試合に出る人もいれば出ない人もいるんだけど、はい、歴代の優勝者がバーッと集まってみんなでディナーをするんですよ。だからあの1968年の第1回大会に勝った樋口さんだとか、はい、まあ、レジェンドでいうと森口さんだとか岡本さんだとか、まあ小林、今の会長の小林ひろみさんだとか、でそこに呼ばれるっていうのもやっぱりすごい名誉なことで、チャンピオンブレザーっていうのをお揃いの着て、あ、こうお揃いのお揃いのブレザー着てこうエンブレムをつけて、うんうん、でみんなでご飯食べてチャンピオンを称えるみたいな、それもやっぱり目指す選手にとってはいつかはあの場に行きたいなって思ってくれてんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、すごいですね。まあ、それにふさわしい大会にしなきゃいけないってプレッシャーが毎年あるんですけど、まあ、でも今回予選会の最終日をちょっと、うんうん、あ、行かれました。そうなんです、取材、はい、はい、させていただいたんですけど、すごいもうピリピリしていて、予選会というのもすごい選手出てませんでした。イボミとか、はい、イボミみたいなトッププレイヤーが予選会に出なきゃいけないっていう、だからそういう試合なんですよ、うん、はい、そうですよね、はい、でも予選会に出ても、うん、出てまでも出たいっていうね、思ってくれてると思うので、うん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 、僕たちも予選会を取ってくれてよかったなと思います。今までのその歴史的あるこうエピソード、うん、まあ、先ほどアマチュアの17歳の優勝したっていうのもあると思うんですけど、はい、まあ、そういう歴史的なエピソードとかって何か、ここどうだろう、10年15年あたりだと宮里藍さんが優勝した大会が、はい、あれは横浜の戸塚っていうゴルフ場でやったんですけども、はい、1日で最終日2万人ぐらい来ちゃって、うんうん、まあ、来ていただいて、もうね、身動きが取れないというか、ゴルフ場にあれだけの人数が入って、うん、まあ、みんな宮里藍さんの優勝を見ようっていうことで来て、でやっぱりもちろん宮里さんその前にも何回か優勝してるんですけども、うんうん、その女子オープンで優勝してやっぱり宮里さんがその日本女子オープンのチャンピオンになった、でそれでさらにこうブレイクをしていって世界ランキング1位になったっていうね、なっていくこの一つのステップだったっていう、であれは日本のゴルフ界にとっても日本女子オープンにとってもやっぱり歴史の中ですごく大きな大会かなっていうのがありましたね。それと最近やはりこう日本の選手だけではなくて海外の選手、はい、世界で活躍している選手もやっぱりすごく注目している試合で、うん、例えば、
リオのオリンピックでメダリストになった中国のフォン・シャンシャンっていう選手がいるんですが、彼女も、まあ、今年も今出る予定ですけども、はい、優勝したりだとか、全米女子オープンに勝ったチョン・インジっていう選手が、2015年だったかな、出て優勝したりだとか、昨年はリュウ・ソヨンっていうリュウ・ソヨンっていう選手が、これも韓国で、出身の選手で世界で大活躍してる選手なんですけども、はい、そういった、まあ、日本選手だけじゃなくて海外の選手も来て、やはり日本女子オープンの優勝を狙うというね、やっぱそれは過去の大会においてもそういう世界で活躍する選手が優勝する、でその世界で活躍する選手が出るっていう、それによってまた女子オープンの価値が上がって、選手たちも余計にこの大会で勝つことを目標にするみたいな、でそんな一方でさっき言ったようにアマチュアの選手が勝ったりだとか、だからまあいろんなやっぱりこう女子オープンっていうのは歴史を作ってきたと思うんですよね。樋口久子さんなんか8回優勝してますからね、女子オープン一つの大会でね。今年はちょっと注目してるのは、もう全米女子アマといって、まあアマチュアの試合では世界でも最も大きい大会の一つだと思うんですが、そこに優勝した、大学生3年生20歳ぐらいだったと思うんですが、アメリカ人です。はい、もともとはオーストラリア人なんですけど、ごめんなさい、アメリカの大学に行ってるオーストラリア人、なるほど、はい、来て、はい、ぜひ女子オープン出たいっていうふうに言ってくれて、わざわざ来るんです。すごいですね、うん、であとはそうですね、あと注目は、まあ、やはりあのなんといっても今年の全英女子オープンで優勝した、まあ、渋野さん、今すごい大ブームじゃないですか。そうですね、渋野さんもおそらく、日本タイトルを狙ってくるだろうし、まあ、鈴木愛さんだとか、まあ、日本のいわゆるトップクラスの選手、あるいは今活躍している最近活躍している韓国の強い選手だとか、まあ、台湾の選手だとかタイの選手だとかいっぱいいますし、それから海外から来る選手ですね、去年のディフェンディングチャンピオンのユー・ソヨンだとか、それからアマチュアでいうと、まあ、安田優香さんって今年のアジアパシフィックアマチュアで優勝して、プロの試合でも優勝争いしている安田さんをはじめ、アマチュアだけで20人ぐらい出るんですよ、今年120名中20名がアマチュアですから。うん、アマチュアのレベルもすごい、いやいやだってね、上がってというか、毎年って言っていいほど、まあ畑岡さんは優勝しましたけど、はい、毎年って言っていいほどトップ10に誰かアマチュア入ってますからね。日本ゴルフ協会って実はあのナショナルチームというアマチュアの国代表の選手を抱えているんですけど、はい、まあ、そこで一生懸命選手をこう教育して強化して、でプロになった時にすぐ活躍できるようにっていう、オーストラリアからコーチを呼んで今一生懸命強化してるんですけど、まあ、その甲斐もあってプロの世界でもすごくこう顕著で、もうアマチュアの選手が優勝する上位に入るのは全決して珍しい時代ではなくなってしまったぐらいなんですよね。もしかしたら今年2回目のアマチュアとしてのチャンピオン、日本女子オープンに見れるかもしれない。本当楽しみですね、山ちゃん選手の見どころですよね、はい、ECC レディースでは西村さんが2位になる瞬間の観戦をして、そうです、最終ホールにずっとついてて、はい、みんな体大きくないし、ちっちゃくて可愛らしいけども、ゴルフ行くと全然違うでしょ、ゴルフが攻めすぎてて、そうでしょ、嘘でしょ、ここみたいな感じでした。それはね、逆に言うとアマチュアだからできるかもしれない。プロの人たちってのはやっぱり順位に応じて賞金がかかっていて、生活でやってますから、やっぱりこうリスクというか、なかなかその 100% 冒険を犯すことっていうのはよっぽどじゃないと難しいと思うんですよね。畑岡さんと優勝したの、烏山城で2016年に勝ったんですけど、下りのね、すごい難しいラインなんですけど、あれ入んなかったら多分池まで行っちゃったんじゃないかってぐらいに強いパットで入れて、それで優勝なんですよ。アマチュアの選手はそういった意味ではね、もうアグレッシブにプレーする人が多いんじゃないかな。あ、なるほど、まあ、それもね、プロとのこう掛け合いというか、う、ね、見れるっていう、いい試合ですね、うん、ちなみにゴルフ場とかはどういうふうに選ばれる、これはね、はい、あのいろんなパターンがあって、はい、我々がこういうゴルフ場でやりたいなと思って、見つけて交渉しているパターンと、あるいはゴルフ場さんの方から、はい、ぜひ日本女子オープンを開催したいので、ぜひ検討してくださいっていった感じで、という、まあ、いろんなパターンがあるんですけども、いずれにせよやっぱり女子オープンですから、日本のゴルファーナンバーワンを決める大会にするので、それなりの、コースのクオリティと、
まあ、難易度、何度が撤退するかということと、もっと大きいのはやはり4日間で、はい、まあ、最低でも2万人以上のお客さんが来ますから、うん、お客さんが見やすいゴルフ場かどうなのか、お客さんが来た時にきちんと、観戦ができるスペースがあるのか、あるいは動線が確保できるのか、あるいはそのコースだけじゃなくて、例えばクラブハウスの問題だとか、はい、練習場の問題だとか、うん、例えばアクセスの問題、うん、周りの宿泊状況あるのかとか、そうやってイベントでもあるので、はい、やっぱりその選手、それからギャラリー、うん、関係者、いろんな視点から見て検証して、ここであれば日本オープンや日本女子オープンを開催しても大丈夫だなっていう判断をやっぱするわけですよね。それどれぐらいの期間をかけて決められるんですか？長いコースだともう 5,6 年前ぐらいから決めて準備してるし、まあ、でも少なくとも3年ぐらい前には決まってますかね。はい、そうなんですね。だいたい今23年ぐらいまでのコースは決まっているので、早く決めれば決まるほど事前の準備もできるじゃないですか。そうですね。でいろんなプロモーションも出るし、ね、なるべく我々としては早く決めていきたいなと思ってます。最後に、はい、10月3日の見どころを、うん、まあ4日間競技ですからね、はい、4日間の間にいろんなドラマがあると思うし、でさっきも言いましたように、もちろん現場に会場に来ていただいてライブで見ていただくっていうことと、うん、それとやはりその NHK というところで4日間放送されますので、はい、4日間見れる、はい、最終日は1番から18番まで全部見れるっていうね、今年からこういうゴルフトーナメントってなかなかないと思うし、全部見れるのはすごいですよね。そうでしょ。しかもあの1番ホールは1番ホールでずっとスタート中継が見れたりとか、ね、違うチャンネルで、だからただその試合が誰が勝ったとか誰が調子いいだとか誰が優勝争いしてるじゃなくて、やはりゴルフトーナメントっていうのは、はい、その4日間72ホールそれぞれドラマがあるわけですよね、うん、だから1番から18番のドラマが4日間続くわけですから、うん、なるべくそれを長く皆さんにも見ていただきたい、うんうん、あとは初日予選ラウンドの組み合わせだとか、うんうん、結構これも大きな演出で重要なファクターなんですけども、誰と誰を組ませるかって、3日目からはもう成績順で決まっちゃうんで、意外と予選ラウンドって面白いから、決勝になると予選落ちした選手見れなくなっちゃうから、そうですね、初日2日の10月3日4日っていうのは見どころたくさんだと思うし、まあ、決勝ラウンドに入れば今度は、テレビの NHK の枠も長くなって、いろんなシーンがテレビで見れるし、まあ、いろんな楽しみ方があると、できれば会場に来ていただいて、そうですね、ライブ感を楽しんでいただければと思います、はい、ぜひいらしてください、はいはい、本日はお忙しい中ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、皆さんぜひ4日間、テレビだったり、まあ、ネットでもあと現地で楽しんでもらえたらと思います。ありがとうございます。お待ちしてます。よろしくお願いします。